はい、どうもジェケマルです。ということで皆さん、本日はですね、こちら現在青鬼オンラインは節分イベントが開催されているということで、100人サバイバルをやるとなんとですね、みんなが鬼になってしまうというとんでもないイベントが開催されております。それからですね、こちらチャレンジを開いてもらうと、期間限定の節分チャレンジで上から2つ目ですね、100人サバイバルでワードを15回使うと福は内っていうワードがもらえるんですよね。で、今回使っていくワードが一番下でもらっている豆まきに参加をすることによって鬼ワーストっていうワードがもらえるんですが、私ジェケマル、なんとですね、鬼ワーストっていうワードを持っております。ということで本日はですね、この鬼ワーストを使って青鬼オンラインですね、100人サバイバルで遊んでいきたいと思います。イエーイ。それからですね、皆さん、全てのチャレンジをクリアすると豆まきひろしがもらえるということで、頑張って今回ですね、こちら100人サバイバルで勝って、裏ステージもやって、裏ステージに行ってみたいと思います。さあみんな、頑張っての私ジェケマル、裏ステージまで行ってみたいと思います。それからたくさんたくさんね、豆をまいていけたらいいなと思っておりますので、あ、豆をまくのはひろしかあれだね、ワードだね、鬼ワーストっていうワードをたくさんね使っていきたいと思います。早速もうね、豆まきひろしをゲットしてる人がいますが、はい、ただ今日はね皆さん、はい、これですね、みんなが青鬼になってしまうということで、まあとんでもないステージですよね。めっちゃ恐ろしいよな。さあ頑張っていきたいと思います。鬼は外お前が鬼だよって突っ込みたくなるんですけどね、鬼が鬼は外ってなんでお前が言ってんねんってちょっと突っ込みたくなっちゃうんですけど、わ、めっちゃでっかいヒロシいたよ。ちょっと見てみましょうか。さあここら辺にいようかな。さあ来いヒロシ。俺はお前待って、うわ、ハブではびっくりでかすぎてさ、もう本当に怖いよね。わ、怖い怖い怖い。鬼は外、鬼は外。はい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 。なんかさ、俺の方追いかけてきてない？ほら、なんか来てるよ。しかも待って、この豆まきひろしやばくね？めっちゃ光ってんじゃん。俺もちょっと便乗しよう。こいつと一緒の動きをして重なれば、俺もね、はい、金ピカに光ってるような、もうね、レインボーに光ってる青鬼になれる気がする。ちょっと追いかけてみましょうか。あれ、なんか逃げられてるはい、ということでね、鬼は外のワードをたくさん使っていきたいと思います。さあ今のところ上の方にね、青鬼がいるので、まあちょっと怖いんですが、あ、ヒロシか。ちょっとややこしいな。上の方にヒロシがいるんで上には行けないんですが、さあちょっと金ピカのあの虹色のね、オーラを持ってる人をやっつけなきゃいけないんですね。あいつに勝たないと裏ステージに行けないので、今回頑張ってね、はい、本気でやっていきたいと思います。さあ残り30人になってまいりました。もう俺ワード15回ぐらい使ったのかな。鬼は外、鬼は外ね、お前らもだ、青鬼たち、お前らもだ、本当にね。はい、ということで現在ガスマスクを持ってるので、なんか勝てそうな気がする。でさ、さっき俺青逃げ5やってたんですよ。なんか青逃げ5をやってからだと青鬼の動きがめっちゃ遅いような気がするんだよね。1個前ぐらいの動画で多分投稿してると思うんですけど、現在青逃げ5のね、青鬼も豆まきひろしなんだけど、もうとんでもないスピードで追いかけてくるんですよね。なのでなんかその後だとね、すごいね、このひろしの動きが遅く見えるんですが、なんか勝てそうな気がするよ。さあ豆まきひろしにね、勝っていきたいです。はい、本当の敵はこのね、豆まきひろしではなくて、あ、ちょっとややこしいな、名前がね同じだから、この青鬼の豆まきひろしに勝っていきたいと思います。青鬼の豆まきひろしってなんかもうワードがとんでもないけどね。このさ、虹色オーラ、レインボーオーラか、うわ、危ねえ、おっしゃ、レインボーオーラの青鬼じゃない、青鬼かちょっともうややこしいな。レインボーオーラの青鬼をやっつけました。やったー、ちょっと今嬉しかったマジで。あいつにさえ勝てれば俺ね、いける気がする。青逃げ5じゃねえや、もうやばいな、青逃げ、青逃げ、青鬼が逃げる、青逃げ。さあ鬼は外、鬼は外、ヒロシも外、ヒロシも外行け、ヒロシも、ヒロシも外。さああと3人だよ、あと3人。うわ、怖いよ、怖い怖い怖い、勝てるか。頑張れヒロシ、俺以外の青鬼をやっつけてくれ。ちょっと待って、俺にこいつさ、しつこすぎるんだけど、なんか俺に恨みでもあんの。ちょっと怖いですね。さあそれではこっちの方行きたいと思います。最後6か勝負です。ん、勝った、よっしゃー、みんな勝ちました。青鬼が逃げた、青逃げをしました。いや、もう一発目から青逃げしちゃってよ、めっちゃ嬉しいわ。それでは皆さん、はい、
裏ステージが出現すればそのまま裏ステージに行ってみたいと思います。さあちょっとね見てみましょう。ということで、はい、裏ステージは来ませんでした。そしたらさ、ちょっとチャレンジのところ見ていきましょうか。これでもしかしてもう一個ワードゲットできたのかな。お、来たよ皆さん。まずね、青逃げに成功するということで青銭を2000枚ゲットしましたね。それからこれね、はい、鬼を追い払うワードですね。はい、福は内っていうワードを15回使えば全てのチャレンジをクリアということで豆まきひろしをもらえるんだね。それではこちら100人サバイバルでもう一回ね、はい、頑張って青逃げしていきたいと思います。いや、めっちゃ嬉しいな。はい、これでね豆まきひろしを使いたいんですが、豆まきひろしで遊ぶのはねまた明日撮影していきたいと思います。いや、今回も頑張って2連続ね青逃げしていきたいと思います。いや、もうなんでこんな運営さんひろしの大きさを大きくしたんだろうね。うん、ちょっと本当に意味不明なんですけど、うん、まあ多分ね豆がちっちゃくなっちゃうからだよね。豆を大きく表示させるにはもうひろし自体の大きさを大きくしなきゃいけないって考えたんだろうと思うんですよね。豆に合わせて、豆の大きさに合わせてひろしを大きくしたということで、はい、頑張っていきたいと思います。さあ、あ、ちょっと待ってみんな、一回ちょっと戻ります、すいません。はい、ということで皆さん、ちょっと忘れてたわ、ワードを設定するのを忘れてしまったんで、福は内も設定してもう一度ですね100人サバイバルやっていきたいと思います。あぶねえあぶねえマジで。はい、ということでね頑張っていきたいと思います。今回はちょっとね感染鬼がいるステージか。いやー、ちょっとねこれどうなんでしょうかね。感染鬼俺苦手なんで、まあ頑張っていきたいと思います。さあ、このダービーさんから逃げていきましょう。お、いいステージですね。これさ、青に閉じ込められないかな。このさ、そのダービーさんがすごいノリが良ければ、もしかしたらさ、この石像の中に入ってくれたりとかしないかな。どうなんでしょうかねどうなんでしょうかね。うん、俺だったらちなみに入る、うん、俺だったらちなみに入るけど、さあ入ってくれないかな。うん、入ってくれ入ってくれ。あ、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、俺やばい、お前が入ってどうするんだいお前が入ってどうするんだい。俺これさ、動いたらさ石像を押し込むことになっちゃうんだよね。ちょっと誰かさ石像をさ右に押してくれたら嬉しいんですけど、ちょっとやばいな。うん、俺今これタップしちゃったら前にさ石像を押すことになっちゃうんで、ちょっと動けないですね。誰かちょっとこの石像をね左か右に、やばい、ちょっと待って、来る、青鬼が、ちょっと待って、青鬼が来る、どうしよう。お、あ、あー、やっちまったー、やっちまったな俺な。くっそー、そうだね、この節分ひろしをさ閉じ込めるみたいなこともやってみたかったな。まあちょっとごめんなさい今回はね。はい、ということで頑張って青逃げしていきたいと思います。あるよね、なんかさ手を、あ、青逃げウイルス、あれ、え、あ、怖い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 、なに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 、え、なになに、ちょっと待って、これもしかしてさとんでもないマップだったんじゃない。お、青逃げウイルスに感染したし、これ多分ウイルスだらけのマップだこれ多分全部ウイルス、たまにあるんですよねこういうバグが。うーわー、ちょっととんでもない面白いステージだったんですけど、やられちゃいましたね。はい、それじゃあちょっと戻りましょう。はい、ということでラストやっていきたいと思います。でちょっとチャレンジを開いて見てみたんですけど、皆さん見てください、あと1回ねワードが足りなかったんですよね。ということで今回ですね頑張ってワードを使って、はい、節分ひろしをねゲットしていきたいと思います。いやー、さっきの試合さ感染鬼がもうすごいスピードでなんか瞬間移動してたからさ、全然動きが分かんなくてやられちゃいましたが、今回は頑張ってね青逃げしていきたいと思います。でできればね裏ステージも出てほしいんですよね。裏ステージすごいことになっていたのでね、はい、頑張っていきたいと思います。いや、もうみんな結構早くね節分ひろしゲットしてますね。いや、いいな、俺も節分ひろしゲットしたいな。それではね頑張っていきたいと思います。いや、本当に青鬼を動かせるって楽しいね。なんか青鬼を動かせるってすごい楽しいなって思います。さあ、ここのステージは、あ、あれか、冷蔵庫がたくさんあるステージですね。俺ここのステージ結構苦手なんですが、頑張ってね、はい、みんなにかっこいいところ見せたいので、やっていきたいと思います。さあ、青鬼を動かしていきましょうかね。でもさ、青鬼ちっちゃいけどさ、なんかいつかさこのチビ鬼じゃなくて普通の青鬼の大きさにしてほしくない？うん、なんか今回はヒロシがめちゃくちゃでかかったけど、いつかのイベントでさ、なんかエイプリルフールイベントでもいいから、みんなが通常の青鬼の大きさになるみたいな、
うん、なんかとんでもなくね、あのマップ内がごちゃごちゃしそうですけど、俺そんぐらいがねめちゃくちゃ楽しいなと思いますね。うん、しかも普通の青鬼だけでもいいけど、例えばもうめっちゃランダム、みんながみんないろんな青鬼になれるみたいな、もう今までの青鬼大集合みたいな感じでランダムでみんながいろんな青鬼になれるみたいなで追いかけるのは、まあ、もちろんヒロシみたいな、うん、ちっちゃいヒロシでもいいし大きいヒロシでもいいし、まあ、そういうイベントがあったらめちゃくちゃ楽しいなと思いますね。うん、やってみたい、まあ、せっかくだしね。うん、まあそれ出したらもうね次からやるイベントが全部インパクトなくなってしまいますが、もう青鬼オンライン最終回とかそれでよくない？うん、どうですか皆さん、青鬼オンラインの最終回もう全部の青鬼になれて、しかも通常の大きさみたいな、めっちゃ面白そうだね。しかもさ、追いかけてくるのがヒロシ、タケシ、ミカ、タクロみたいな、もう4人が追いかけてくるみたいな、うん、ね、あの主人公たちの逆襲みたいな感じで、もしねあの終わんないでほしいんですけど、まあ、最終回とかあるのであれば、まあ、そんな感じでね、盛り上げてくれたら嬉しいです。さあちょっとこっちに行くの怖いな、これ最終アンチどこら辺なんだろうな、ちょっと下の方行ってみましょうか。うわ怖い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 、今んところ2体さ、あのヒロシがいるから、あれ待ってここにもいるぜ、黄金のねレインボーオーラを持ってる人、ちょっと今日レインボーオーラを持ってる人がね当たりやすいですね。ちょっと怖いな、頑張って今回もねレインボーオーラの青に負けないように、はい、戦っていきたいと思います。いや今回マジでさ、ヒロシをやっつけるっていうよりかはレインボーオーラにどうやったら勝てるかっていうね、レインボーオーラ VS ジェケマルみたいな感じになっておりますけどね。うん、頑張っていきたいと思います。さあ今のところ3体出てるのか、うわ怖えなマジで。あと5人ちゃん、ちょっとロッカーの中入っていきましょうか。ここでちょっと祈りましょう。うん、鬼は外、福は内ということで、鬼もね中に入っていきたいと思います。うわーなんかこう見ると面白いね、ヒロシめちゃくちゃでかいすごい、みんな目の前を通っていきますね、面白いですね。鬼は外、福は内、ちょっと両方打ちましょうか。鬼は外、福は内、ジェキマルはロッカーの中。さあ残り3人です、これ勝っていけるかな、なんか勝てるような気がする。あちょっと待って、霧が迫ってきてる、これさ霧どっちなんだろう、あ左側か、うわーちょっとこれ行くか、うわちょっと待って間に合うかな、間に合う、あ間に合う、ギリギリ大丈夫か、危ねえ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 、やばいやばいやばい、ガチやばいやばい、危ねえ危ねえ、ああ今下の方に行ったつもりだったんですけどやられちゃいましたね。いやレインボーラ強いな。じゃあそれでは戻っていきたいと思います。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。最後ちょっとね惜しかったんですが、はい、結局ね青逃げできませんでした。いや悔しいな。でも皆さん見てください、はい、こちらですね、スキンチェンジ、もう最初からスキンチェンジなんだね。はい、スキンチェンジしましたね。こちら豆まきヒロシをゲットということで、皆さんもぜひね簡単なのでこちらのイベントで遊んで楽しんでみてくださいということで、ありがとうございました。あとねちょっと豆まきヒロシ系で動画撮りたいことがあって、まず1個、もう一度ね裏ステージに挑戦したいっていうのと、あともう1個ですね、やっぱり豆まきヒロシを閉じ込めてみたいなって思いますので、もしよかったらぜひまた動画見てくださいということで、ジェキマルでした。ありがとうございます。失礼します。